処刑される。ちょっと待ってくれよ野原さん、ロープの量多くない？一体どうしちゃったの？チョコビ、オイラたちどうしてこんなことに？チョコビはまだ気づいてないのか。あいつに何を言っても無駄だ。それより、うん、ここからはあいつらに聞かれないよう小さな声で話す。いや無理だろ。いや距離的に無理だろ。絶対聞かれるよ。小さな声で、いやできてんのこれ。いや距離的に絶対聞かれてると思うけど。お前たち、もしお前たちも生き残りたかったら俺に協力するんだ。あ、ジュプトルと協力。え、ジュプトルに？おお、これは熱い展開。迷っている暇はない。このままだとここでくたばるだけだぞ。ジュプトルと手を組むのか。おい、そこのお前。え、あ、俺なんすか？教えてくれ。お前は今何が使える？え、何が使える？え、なんだ？え、何が使えるって？ゲーム実況できます。そんなこといきなり聞かれても。あと三輪明宏のモノマネができます。道具を使う、技を使う攻撃。ああ、そういうこと。あ、ね、眠りごなできます。眠らせてからの種植え付けコンボが得意です。技か、それもいいが、いやダメだ。ダメなんかい。俺たちは縛られて身動きが取れない。一瞬の隙に使えるものがいいんだ。一瞬の隙、派手なものじゃなくもっと基本的なものは。いやもう分かってるだろ。嘘、いや基本的なものって言い方。いやじゃあ攻撃、通常攻撃ってこと？それだ、それでいい。いや絶対分かってて言ってただろ。攻撃ならオイラもできるよ。そうだな、チョコビもできるな。よし。え、処刑の準備ができました。あ、なんか準備してたんだ。あ、やってる。よろしい。しかし最後まで油断するんじゃないぞ。処刑って、特にジュプトルにはな。すごい警戒してる。ウィーウィーユー。では始めろ。任天堂らしい鳴き方しやがって。ウィー。え、これな、何されんの？わわ、こっちに来たよ。処刑される。よく聞いてくれ。闇ラミたちは処刑の時邪悪な爪を使う。邪悪な爪？何それ。ひえ、なんだか怖そう。あ、そういう技ってこと？ただそこに突破口がある。ジュプトル知ってるんだ処刑法。闇ラミは乱れ引っかけを無差別に繰り出す。乱れ引っかけでやるんだ。しかしその時、その攻撃が一つでも俺たちを縛っているロープにヒットすれば。いやいやいや。そっか。ロープが、いや処刑法見直した方がいいだろ。何そのガバガバな。そうだ。そしてその瞬間攻撃を繰り出して脱出する。いや処刑法乱れ引っかけじゃなくした方がいいっすよ世の丸さん。もし乱れ引っかけがロープにヒットしなかったら、いやヒットするんじゃない、この面積なら。それよりも、もし闇ラミたちが乱れ引っ掛けを使ってこなかったら。ああ、それはそうだね。普通このウィー、あ、構えてる。処刑で乱れ引っ掛けて、その時は俺たちはおしまいだ。何そのさ、わあちょっと。いや何これ。バカしかいないのか。いやむしろロープにしか当たってない。ロープ巻きすぎだよ、分厚く。ロープの面積広すぎてロープにしか当たってない。ちょっと世の悪さん止めた方がいいんじゃない。もうグーグーじゃねえわ。耐えるんだ。ああ、これ当たってんの？え、チャンスが来るまで。いや待って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 。でもこの、あ、これ当たってんの？チャンスが来る前にやられちゃうよ。効率悪すぎるだろこの処刑。あ、お、ロープに亀裂が。いやバカか。全てを見直せこの処刑法。今だ、攻撃を繰り出すんだ。ロープ切れちゃってる。いっけー。
江戸川チョコビ。おお、ぐわ、何事だ、何事だじゃないよ。むしろよく今までこれで成功してたな。それ、わあ、なんか使った閃光弾みたいなの、まぶしい。うろたえるな、ヨノワールさん。ただの光の玉だ。ヨノワールさん、急に賢さめっちゃ下がってない？すぐに元に戻る。あー、いなくなってる。この隙に。しまった。ジュプトルめ。光の玉のフラッシュのみ利用してこの場から逃げたな。いや、完全に処刑法のガバガバさのせいだよ。逃がすものか！行くぞ！ウィー！あ、でも部下は咎めない。優しい上司。あれ？お、お、地面から出てきた。え？あ、潜ってたの？ゲホ、ゲホ。そんな器用な。土が口の中に。よく潜れたな。今の短時間で。助かったのか。ガバガバでよかったな、処刑。しかし、ジュプトルは穴を掘るが使えるのか。いろんな技を持ってるんだな。ああ、ジュプトルが穴を掘る使ってくれたんだ。とりあえずはしのいだが、危険が去ったわけではない。あ、早くここを脱出しよう。あ、ジュプトルが助けてくれたんだ。穴を掘るまでやってくれて。あ、そっち同じとこから出て大丈夫？あ、じゃあヨノワールさんが実は敵側だったのか、これ。おい、こっちだ、ジュプトル。出口まで一気に走るぞ。いや、詳しいな、なんかここについて。おい、もっと全力で走れ。ヨノワールさんとも知り合いだったみたいだし。これでも全力なんだよ。足短いからな。いちいち命令しないでくれ。ジュプトルはここにいたことがあるのかな。それよりジュプトル、なんだ、ずっとテチテチ走ってる。ここはもしかして未来なの？あ、それね。そうだ、あー、やっぱりよくわかってるじゃないか。やっぱりそうなんだ。未来に連れてこられた。オイラたち元の世界に帰れるのかな。もう方法があるんじゃない？さあな。それより今は逃げることだ。さあなって。捕まったら元の世界も何もない。ジュプトルはどうやって過去に来たんだ？もっと早く走れ！無理だよ！足短いもん！もう疲れたよ！あ、疲れてる。はあはあ。もう少しだ！ほら、出口が見えてきた！俺は無言で走り続けてる。はあはあ、頑張れチョコビ、頑張れ。でも確かにワニ残って走るの苦手そうだ。やった、やっと外だ。お、あー、出れた、外に。わ、これは、あー、そっか、あ、外を見るの初か。いや、未来世界マジで荒れ果てすぎじゃない？ここが未来の世界なのか？何があった？岩とか浮いていて、ずいぶん不思議なところだけど、あ、これ浮いてるんだ、岩が。なんか真っ暗だし、風も吹いてない。あー、これって時が止まってるのか？まるで全ての動きが止まってなあ。時の歯車がなくなってる？世界から。その通りだ。え？ウィー！ばば、やめる。怖いな。今の叫び声で追ってきた子は。早く逃げるぞ！え、未来はじゃあ時が止まってるんだ。星の停止が起きてる。はあ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 。なあ、ジュプトル。おいらもう疲れたよ。あ、ずっと疲れてる。チョコビが。休んでる暇はない。捕まったらおしまいだ。はあ、そうだけど。根性で走れ。俺はよく走れてるな。そんなこと言っても、はあはあ。
不思議だね、ボディはスタミナあるのかな。ダメだ、オイラ休むよ。チョコビ仕方がないな。あ、仕方ないんだ。あ、待ってくれるんだ。優しい。お、はあはあ、石化ガルーラがいるぞ。はあはあ、ここは岩陰になっている。あ、そうなの。ここだと奴らも発見しにくいだろう。あ、もう少し休んだらすぐ出発するぞ。なんかもう3人組みたいになってるけど。ちょっと待ってくれ。チョコビ大丈夫？処刑場から脱出するときは仕方なく協力したけど、あ、でもその後もお前と一緒に行くって約束したわけじゃない。確かにチョコビは殺されかけたもんな一回。お前みたいな悪いやつオイラは信用できないぞ。いやでもヨノワールさんも信用できなくない？もはや。チョコビ。ふん、俺が悪いやつで、あのヨノワールがいいやつなのか。いや、ヨノワールさんももう敵でしょ。じゃあさっきのヨノワールの行動は何だ。俺と一緒にお前たちまで消そうとしてたじゃないか。てか俺を狙うのはわかるけど、なんでチョコビまで消そうとしてるんだ。でもかといってオイラはジュプトルも、まあな、すぐ仲間だって言われてもな、どうも信用してもらうのは難しそうだな。悪いやつじゃなさそうだけどね、ジュプトルも。仲間は少しでも多い方がいいと思ったが、信用がなければ一緒にいても仕方がない。あ、信用が何より大事。ここで別れるしかないだろう。ああマジで。俺は先を急ぐ。お前たちもなるべく早くここを出ることだな。あ、でも一応心配してくれている。じゃあな。ちょっと待ってよ。引き止めた。早くここを出ろって言ってもさ、今は辺りが暗くて見通しも悪いよ。あ、そうなんだ。だから今すぐ動くよりは朝になるのを待ってからここを出発する方がいいんじゃないかな。あー、なるほど、今夜なんだ。それは無理だな。お、残念ながら朝は来ないんだ。え、あ、やっぱり時間止まってるから。え、この未来は暗黒の世界。暗黒の世界。日が昇ることはなく、したがって朝も来ることはない。ああそうなんだ。ずっと暗いままだ。どうして。え、未来マジで。それは星が停止しているからだ。ああやっぱり星が停止。星の停止って、星の停止、あ、思い出した。聞いたよな、ヨノワールさんから。そうだ、思い出した。未来では星が停止してたなんて。え、これジュプトルがやったの？俺の話を信用するかどうかはお前たちの自由だ。未来でも極悪人って言ってたけど。とにかくここから早く出ることだ。じゃあな。闇ラミたちに捕まるんじゃないぞ。なんかめっちゃ心配してくれてるけど、ジュプトル。行っちゃった。ランタン。オイラはなんだかよくわかんなくなってきたよ。なんで星が停止したんだ、未来。星の停止は時の歯車がなくなることで起きるんだったよな。そうだね。だからオイラたちはジュプトルが時の歯車を盗むのを防ごうとした。うん。チョコビのおさらいタイム。そしてそれは成功したはずだよな。取り返した時の歯車はユクシーたちが元の場所に戻すって言ってたし。それが逆に星を停止させるのか？星の停止は防いだはずなんだ。でもそれなのに、どうして未来では星が停止しているんだろう。時の歯車が実は良くないものなのかな。ああもうオイラ何を信用していいのか分からなくなってきたよ。いや確かに、もうジュプトルがいいやつそうだって。ウィーン
わわ、やみやみたちだ、怖い怖い。どんどん怖くなってる、Wii の言い方。ランタン、こうしちゃいられない。早く準備してここから逃げよう。うん。あ、なるほど。進むわけね。なんだろうな、でも、ジュプトルが悪いやつじゃなさそうっていうのはなんとなくわかるけど。でも、時の歯車を盗んでた理由が、やっぱそこが大事な気がするよな。空間の洞窟。パルキア？空間の洞窟。登録して、よし。行くか。早速階段あるけど。あ、メタモンが変身してる。すげえ、メタモンいるんだ。てか、未来世界にも普通に。あ、不安定。普通に野良ポケいるんだな。おら。あ、そうか、効果がない。あ、なんか2回動くんだけど、不安定。あ、蓄えてる。あ、すごい蓄えてる。肩不安定。ちょっと待って。え、待てよ。オッケー、倒した倒した。進化前だと思ってな。あー、コイルだ。ナメプーしてたら結構強かった。ワルアガキ。あ、メタモンだった。あ、へえ、そういうことなんだ。面白いな、変身するんだメタモン。いって、ちょ、2回攻撃マジで。あー、やべ、ちょっと待って。でやめろ。眠らせて。あ、効かね。ちょっと待って。眠れ。おら、いや、マジ効かない。ちょっと待って。眠らせまくる。よしよしよし、やっと寝た。んーで、おら、バイオレンス植え付け。あ、おら、よし。おー、なんじゃ。いや、痛。ちょっと。あ、そう、あ、爆発すんの。いや、不安って強くない。あ、オッケー。あ、ランタン、あっちに見えるの出口じゃないかな。わー、出口があった。行ってみよう。うん。おー、ここ中間地点かな。どうなんだ。はあ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 。チョコビ疲れてる。だいぶヤミラミたちを引き離したかな。はあはあ。不思議のダンジョン中まで追ってくんのかな。ちょっとここで休もうか。うん。なんか水が。あ、あそこに水がある。あ、水か、やっぱこれ。ああ、や、ああ、これ止まってんの、時間が。水も。あ、あれ？この滝、よく見ると水の流れが止まっ、なあ。え、この水って飲めるの？止まってるけど。水しぶきも跳ねたまま固まってるし。やっぱりジュプトルの言う通り、未来では時が止まっている。いや、じゃない？言ってたし、ジュプトル。星の停止が起きている。ヨノワールさんはなんでオイラたちを連れ込んだんだろう。いや、チョコビだよな。あんなに親切だったヨノワールさんが。なんか俺のことはまあ視聴者だから、わかるとして。なんでチョコビ。オイラもう何を信じていいのかわかんないよ。せめて真実を解く手がかりがあればいいんだけど。真実を解く手がかり。そうだ。ん？ランタン、真実を突き止める方法があるぞ。え、あるの？何？え？時空の叫びだよ。あ、俺の能力。ランタンの時空の叫びを使うんだよ。それで何があったのか見るってこと？この水しぶきに触ってみてよ。そうすれば何か見えるかもしれ、あー、まあ確かに。やってみる価値はあるか。なるほど、確かに。やってみる。なあ。シンクロしたな、俺。あの流れない水しぶきを触ることで、今は自分たちに起きていることが何なのか。わかるかもしれない。ピンポイントで見れるかな、そんな過去が。のんびりしてるとヤミラミたちが来ちゃうよ。早くやろう。早くやった方がいいな。水しぶきに触れてみた。うん。
あれ、ランタン、どうお？あ、出た。未来でも変わらずどうお？何か見える？うん。あれ、ダメだ。あー、ダメだった。何もか、あ、ダメなパターンもあるんだ、これ。感じないパターン初めて見たかも。ダメか。残念。今まで成功率 100% だったのにな。少しでも何か分かることがあれば安心できたんだけど、結局何も分からないままか。いや、やっぱジュプトルとかに聞くしかないんじゃない？だいぶ時間が経っちゃったな。急がないとヤミラミたちが、準備ができたら行こうな、ランタン。未来のヤミラミはだいぶ怖いな。あ、ゴールか。あ、来た。はあはあ、チョコビずっとはあはあ言ってるな。だいぶ登ってきたよな。そうだな、すげえ階段登ったな。うわ、見ろよランタン。え、何？おお、何あれ、光ってる。やっぱり未来は真っ暗な世界なんだな。え、あれは集落の光？なんか点々とあるけど、真ん中あたりに明かりが集まっていて、うん、とても綺麗なんだけど。え、何？でもあの明かりはもしかしてあそこが、うん、処刑場だったりするのかな。あ、あれが処刑場。え、だいぶ遠くまで来たな。思えば遠くへ来たものだ。なあ、ランタン。ヨノワールさんは今までオイラたちを助けてくれたし、あ、そうだな。いろいろなことを教えてくれた。俺の動画を見てるしな。だからオイラもヨノワールさんのことはすごく尊敬してたんだけど、ああね、命も助けてくれたしね。でもヨノワールさんやっぱりオイラたちのことを騙してたのかな。まあ思惑はあったんだろうな。何かこうなった今もまだ信じられないよ。あ、めちゃくちゃ信用してたんだな、ヨノワールさんのこと。オイラも何を信じていいのか頭の中がぐちゃぐちゃだよ。まあ、怪しい素振りも俺しか気づいてなかったしな、チョコビ。オイラたち、これからどうすればいいんだろうな。あ、この世界で。どこまで逃げ続ければいいんだろう。なんかすごい途方に暮れてるチョコビが。元の世界に帰れるのかな。確かにどこ行けばいいかもわかんないしな。ギルドのみんなは、今頃どうしてるのかな。すごいホームシックになってるチョコビが。オイラたちがいなくなって心配してるのかな。心配してるんじゃない。フクリンやペラップやビッパたち、みんな元気にしてるのかな。オイランチがなくなってしまったな。ああ、チョコビ、ギルドのみんなに会いたいよ、チョコビ。ああ、すごいすごい心細くなってる。チョコビもだいぶ参ってるみたいだ。無理もない。いや、俺が冷静すぎるけどな。これまでに起きたことはとても信じられないようなことばかりなんだから。確かに誰も知ってる人がいない世界だもんな、ここ。自分だって不安でいっぱいだよ。あ、そうなんだ。一応俺も不安ではあったんだ。でもここでくじけちゃダメだ。心が強い。今頑張らないとヤミラミたちに捕まってしまう。まだ追っかけてきてんのかな。なんとかしてチョコビを元気づけ。なんだ。でもただの慰めじゃ塞ぎ込むだけだし、こんな時はチョコビ、チョコビ、アルセウスだ。チョコビ、元気を出して。私はいつでも見守っていますからね。チョコビ、アルセウスも応援してくれてるってよ。今の聞いたか。
そうだ、何か突破口があれば。チョコビ、チョコビ、アルセウスが。何か光が見えればそれに向かって頑張っていける。チョコビ、一つでいい。何をするべきか考え。チョコビ、聞こえているのですか。チョコビん。ああそういうことね。いや、ジュプトルじゃないやっぱり、ね、事情を知ってそうなジュプトルに。え、ジュプトルを追いかけるだって。アルセウスよりジュプトルだったか。どうして。いや、聞きたいことも知りたいこともめっちゃある。どっちもだ。聞きたいことって。いや、なんで時の歯車を盗んでた。そっか、もともとジュプトルはここからオイラたちの世界へ行ったんだもんな。あ、ジュプトルならオイラたちの世界へ行く方法も知ってるは。ああ、そういうことか。なるほどね。そうか、まずは帰る方法か。でもジュプトルは悪いやつだぜ。いや、チョコビ、あいつは時の歯車を盗むためオイラたちの世界に来たんだぜ。でもその事情があったかもしれないじゃん。そんな奴の言うことなんか信用できないよ。ランタンはどうなんだ。いや、俺は、まあ正直、まあわからないけど、わからないではあるんだけど、でも他に頼れる奴がいないって感じではあるよな。わからない、ランタンもわからないか。まあ確かに信用できるかって言われるとまだわからないけどね。それでもジュプトルに会って話を聞け、そう、事情は聞きたいよな、ジュプトルの。そしてその話を信用するってことだよな。うん、オイラは嫌だぜ。あ、珍しく頑固だな、チョコビ。あんなやつ信用するなんて。まあ確かいろいろ被害は出たからな。絶対に殺されかけたしな、チョコビ。あんなやつ信用するなんて嫌だけど、でもそれしか、今はそうするしかないのかな。いや、他に知り合いがいないっていうのもあるよな。ヨノワールさんはなぜかオイラたちを狙ってるし、そうなるとこの未来で他に知っているポケモンは。そうなんだよな、もうジュプトルしかいないもんな。で、ジュプトルもなんか助けてくれたしな、俺らのこと。今はジュプトルに頼るしか他に方法が、うん、ないよな。チョコビは嫌なんだな、やっぱ。チョコビ、うん、分かったよ、ランタン。チョコビ、ジュプトル追いかけよう。チョコビはいつだって納得してくれる。ジュプトルに会って元の世界へ帰る方法を聞き出そう。ごめんな、嫌なのに。チョコビ、あ、珍しい、俺の目がすごいキラキラしてる。初めて見たこの顔。行こう、ランタン、ジュプトルの後を追って。俺が最後にあんな目の輝きで笑ったのはいつだ。あれ、ランタン、ありがとう。え、どうした急に。オイラが元気がないから心配してくれたんだよな。ええー、いや、ランタンだって不安なはずなのに。いや、お互い様だろ、チョコビ。ごめんな。いや、一番大切な友達が近くにいるというのに。うわあ、チョコビ、おいらは一匹で悩んで、いや、そういう時こそ助け合いだろ。一匹でくじけそうになっちゃった。あ、本当は一匹じゃないのにな。チョコビー、お前、オイラはもう諦めないよ。ランタンがそばにいてくれるから勇気が出てくる。わー、オイラはもう大丈夫だから。ちょっとだから頑張ろうな、ランタン。おい、そんなまっすぐ面と向かって言われると。
必ず一緒に元の世界に帰ろうな。おう、一緒に帰ろうな。わあ、なんかジンときたな今の曲かな。もうす油断したら泣かせに来るな。なんかこのゲーム、シュプトルと別れてからここまでずっと一本道だったよな。ああそうなんだ。だからジュプトルはきっとこの先を行ってるはずだ。あ、またダンジョンか。行こうランタン。ダンジョン多いな。なんかジュプトルに追いつこう。うん、行くか。いやなんかもう、いやこのゲームのエンディングがどうなるか知らないけどさ、なんか勝手にいろいろ想像して泣きそうになってる俺がいる。マジでチョコビがいいやつすぎるな。お、だいぶ深くまで来たな。ジュプトルだ。もう少しだ。ジュプトル来た。お、ん？なんかあるぞ真ん中に。何あれ。どうやらここを抜ければ森に出られそうだな。森？あ、森あるんだ。ヤミラミたちが追ってくる。グズグズしてられないぞ。独り言多いな、ジュプトル。そういえば、うん、あの2匹は無事なんだろうか。おい、なんかすごい気にかけてくれてるじゃん。ヤミラミたちに捕まったりしてないのかな。ジュプトルやっぱいいやつっぽいな。いや、それより今は自分の使命を優先させなくては。使命。犠牲を払ってでもやり遂げると誓ったではないか。やっぱ目的があるんだな、ジュプトルは。行こう。おい待て。話しかけられた。え、何？む、誰だ。え、やっぱなんかその真ん中のやつ。我の縄張りに勝手に入出た。眠りを妨げたにもかかわらず縄張り入ってブチギレるボス来た。そのまま立ち去ろうというのか。師匠が言ってたやつだ。誰だお前は。いやちょっと通るぐらいいいだろ。我を怒らせたのだ。それなりの償いはしてもらおう。やっぱ主って気が短いんだ。どこにいるんだ。その後ろのやつじゃない。隠れてないで出てこい。それなんだ。我が隠れてるだと。我は隠れてなどいない。いやだったら出てこいよ。え、我は、我はここにいる。え、何。あ、我の名はミカルゲ。あ、ミカルゲだ。我の縄張りを犯す者は許さん。あ、ミカルゲの石、ぐわー、あ、やられとる。ジュプトル、ああ、あんな強かったのに。あ、抜けた。作業部。ジュプトル。あー、捕まってる、捕まってるってか、どうなってんのこれ。あ、ジュプトル、確かミカルゲカラーだ。うぐ、お前たち、ミカルゲカラーで捕まってる。ジュプトル大丈夫か。やっぱこれ、ミカルゲの石か、置いてあるの。来るな。え、どうして、ミカルゲがいるぞ。気をつけろ、敵がいる。具体的に。え、いや、その石が危ないぞとか言って。どこに、うん、お前たちのすぐ隣だ。うん、それだよな。すぐ隣って御影石。まさか。わあ、あ、動いた。え、てかミカルゲって、ヒヒヒヒヒ、ここに足を踏み、いやなんかもうちょっと楽しくなってんじゃん。すべて許さん。もう笑っちゃってるじゃんミカルゲ。お前たちもな。ミカルゲってこの石が本体なのか。誰だお前は。霊魂的なのが本体だと思ってた。我のことか。そうだろ。我の名はミカルゲ。ああ、ミカルゲさんですよね。108個の魂が合体して、おー出てきた。生まれたものだ。
フェアリータイプが来るまで弱点なかったやつ。気をつけろお前たち、そいつは強い。いや、やられてるもんな、ジプトル。ヒッヒッヒッ、覚悟しろ。縄張りやらされたとかじゃなく、好きで戦ってるよな、これ。笑ってるし。まあ、いや、やるか。まあ、俺とチョコビのコンビに敵などいないぜ。どうしようかな。玉系はとりあえず使えないから、まあ、普通に引き寄せてからの眠れ。あ、オッケーオッケー、寝た。よし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 。こっからタコ殴りじゃい。いけー、ついに俺の植え付け種は爆発するようになったぜ。バーンすごいね、宿り木の種、種マシンガン、種爆弾どんどん進化してる技として。なあ、倒した。よし。いや、弱いよ。いや、ジュプトルの前ではあまり言わないようにしよう。ウグウグウグ、なんて強いやつなんだ。だが苦戦して勝ったぞ。ウグワー、うるせえな。断末魔がうるさい。何が起こるの。うん、ウグワー。同じ叫びを繰り返すな。ガー、すごい苦しんでる。大丈夫。ああ、帰っていった。ひゃっ。え、ああ、ジュプトルのやつが、ひゃなんだよそれ。逃げろー。ああ、逃げた。縄張りなのに。縄張りバトルに勝った。ドゥデドゥ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 。なんなんだ、今のは。いや、ボコしたから逃げたんだろ。急に弱気になって逃げただけだ。あんな袋叩きにされたらな。ジュプトル、ジュプトル大丈夫か。大丈夫？お前負けるんだな、普通に。ああ、大丈夫だ。すごい強キャラ感出してたのに。立てるか？なんとかな。不意打ちだったから負けたのかな。うぅ。立った。しかし、手強いやつだった。あ、そうなんだ。あ、戦ったんだ、一応。俺の鼻の穴から潜り込んで、え？体の手？そんな、鼻の穴からミカルゲってそんなことしてくんの？怖っ。あいつ悪いやつだったんだな。いや、そうじゃない。おそらくミカルゲは自分の縄張りが荒らされたんで怒っただけだ。ああ、まあ言ってたけど、怒ると見境がつかなくなるし恐ろしいやつだったが、別に全然荒らしてなかったけどな、ジュプトル。さっきのように一旦旗色が悪くなると逃げていったように、本当は臆病なポケモンなのだ。なるほど。本来はとてもいいポケモンなのに、あ、世界が闇に包まれてるせいで心も歪む。ああ、そういうことなの。未来にはそんなポケモンがほとんどなのだ。あ、親方様が言ってたやつだ。本当に悪いポケモンはいない。そっか、いや現代でもそう言ってたもんな。この世界のせいでいいポケモンも悪くなるのって、なんか悲しいよな。世界の影響でみんな悪くなってるんだ。お前たち。お前たちは俺の言うことを信用するのか？あ、そうだよ。まあ、せざるを得ないというか。半分ぐらい。バファリンの優しさぐらい。かな？正直言うと、まだ信用してるわけじゃないんだけど、今は手を組もうと。ふん、前に言ったはずだ。信用がなければ一緒にいても仕方がないと。そこすごいこだわるな、ジュプトル。信用。じゃあな。あ、警戒心が強いのか。あ、待ってくれ。うん。信じないとも言ってないよ。そう、半分。半分ぐらい信じてる。正直言うと、オイラたち、もう何が何だかよくわからないんだよ。そうだな。だから、少しでも情報が欲しいんだ。ジュプトルが知ってる情報を教えてくれ。それに、ジュプトルのこと、確かにまだ疑ってるところもあるけど。でも、ジュプトルの言うことも納得がいくっていうか、まず処刑から助けてくれたもんな。なんか筋が通ってる気がするんだ。筋が通ってる。だからお願い、
ジュプトルの知ってることを聞かせて。俺も知りたいぜ、ジュプトル。未来のことや、なぜジュプトルがオイラたちの世界に来たのかも。めちゃくちゃ知りたいぞ、それ。すごい大事な情報。俺の言うことが全てデタラメだったらどうする。めちゃくちゃ疑り深いな。大丈夫。鵜呑みにはしない。うん。自分で判断するよ。まあ、とりあえず聞かせてくれと。ジュプトル。お、わかった。お、聞き分けがいい。ついてこい。教えてくれんの？ジュプトルが過去に来てた理由。わー、セーブだ。このタイミングで。